次に梅村瑞穂君梅村君この夏大阪府より選出いただきました日本維新の会の梅村瑞穂でございますまず冒頭に8年前突如襲った大震災津波によってまた今年の台風19号によってあったはずの未来を輝ける命を奪われた多くの方々に心より哀悼の意を表しますまた 愛する人や安らぎの家をなくし、あるいはいつもの暮らしを失い、深い傷とともに今日までの日々を乗り越えてこられましたすべての被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。東日本大震災からの復興こそ、人々が美しく心を寄せ合う、令和日本の象徴となる、そう信じまして、この特別委員会の一員として、力を尽くしてまいりますことをお誓い申し上げ、質問をさせていただきます。 まず宮城岩手両県の津波などで被災された地域の復興状況についてお伺いいたしますこれまで復興庁主導のもと多方面にわたる手厚い支援が行われましたがまた年内には復興創生期間後における復興基本方針の骨子案がまとめられようとしていますそんな中医療教育行政サービスなどを含めた基本的なインフラが整ったからこそ目を向けたい点の一つが 商業施設の整備です高齢者の多いエリアでは津波で流されたスーパーが潰れたままで日々の買い物が一番のストレスであるといった声もあったと聞いております復興のめどが立ったとされる地域においてもこういった生活の細かな点で住民の皆さんが安心できる環境が整っているか否か今一度確認をしていく必要があると考えております 津波で被災された地域の商業施設の整備状況について、具体的にどのような支援を行ってきたか、そして現状で十分と言えるのかについてお聞かせください。奥審議官。お答えいたします。政府といたしましては、津波で被災した地域における中心市街地の賑わいを喪失いたしますために、 自治体が申請されました町中再生計画を認定いたしまして、その中核となる商業施設の整備を、津波原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金、いわゆる立地補助金によりまして支援をいたしてきたところでございます。これまで10件の計画を認定いたしてきております。最近の事例を申し上げますと、釜石市の宇野住地区における商業施設の整備を支援いたしておりまして、本年、 9月11日には同施設が開業いたしたしところでございますこうした商業施設が市街地における中核施設としてその役割を十分に果たしますように、復興庁といたしましてもきめ細かに対応してまいりたいと考えております梅村瑞穂君、これからも生活者目線での支援をお願い申し上げます。 日常の暮らしへの不安を取り除くという観点で、原子力災害被災地域に関しても質問をさせてください。私事ではございますが、2011年の3月11日時点で、私は妊娠4か月でございました。現在、8歳となる息子がお腹に宿っておりましたが、そのとき、私は関西におりまして、遠く離れた関西にいても、それまで赤ちゃんとの生活を楽しみにしていた気持ちが一転し、不安に襲われました。 と同時に、同じような立場の福島の女性がどんな気持ちでいるのか、子育てをしている保護者の方々が、どんなに不安かということを考えましたときに、胸が潰れる思いでおりました。先日、私は地元、関西で、福島から療養のために親子で3週間ほど関西に滞在しているという、複数の母子とお話をするチャンスがございました。彼女たちからは、こういう声がありました。 福島で暮らすママたちの大多数は、食べ物も土遊びももう大丈夫だろうと言うけれど、まだ私には不安が残っている。おばあちゃんが作ってくれる野菜を子供に食べさせるのに抵抗がある、そう思う自分がおばあちゃんに対して申し訳ないとも思う。雨の日の水たまり遊びを中止してしまった自分がいる。家のほど近くに海があるのに、泳がせる気になれない。 放射線量に関しては、科学的に問題ないとのデータも出ているはずですが、こうした保護者の声を聞きますと、まだまだそういった情報が行き渡っていないのではないかと考えさせられます。福島の未来を担っていく福島の子どもたちを、子育て世帯が安心して産んで育てられるような支援、具体策などはございますでしょうか。 先ほど、浜田委員からも子どもに対する支援に関しての質問がございました。お答えいただいた回答の中では、具体的な策というのはあまり見つけられませんでしたので、今一度、具体策などをお伺いできればと思っております。また、田中大臣には、子どもたちや若い世代のための福島の支援について、思いをお聞かせいただければと存じます田中復興大臣。 放射線の健康を影響に関する不安に応えるためには、放射線およびその状況に関する正確な情報発信が重要である、このように考えております。このような認識の下で、風評払拭リスクコミュニケーション強化戦略を策定をし、関係省庁とともにさまざまな媒体を活用した情報発信に、 取り組んできたところでございますさらに関係省庁が連携して住民を身近で支える相談員や自治体職員などの活動支援放射線研修会やセミナー車座集会などを実施しておるところでございます今後とも住民の方々がしっかりした安心感を持てるような取り組みを進めてまいりたいと思っております以上です 梅村瑞穂君、はい、ありがとうございます、えー、やはり情報を探していてもですね、なかなかヒットしなかったりあとはインターネットで該当サイトにたどり着きましてもアイキャッチが足りていないためにですね、あの情報を取り逃したりということがございますしっかりと発信すべき情報が必要とされている人に届くようにえ気を配っていただければ幸いでございますまた若い世代の話で申し上げますと 現在、震災のためにやむなくふるさと、福島から離れている若い人たちも多くいらっしゃることと思います。帰還困難区域が、えー、除外されている富岡町でも、先月の時点で8%しか帰還していないというふうに伺いました。ですが、やはり地元に帰ろう、復興のために自分たちこそが地元を盛り上げていこう、そう思って地元に帰還していただくというのが大変重要なことと考えております。 そのためには、復興と成長のシンボルとなるような、国を代表するようなダイナミックな産業構想が必要です。その点、えー、今回の復興基本方針の骨子案にございます、福島イノベーションコースト構想を軸とした産業集積、とりわけ国際教育研究拠点に注目をいたしております。実際、福島イノベーションコースト構想では、自立機関支援、雇用創出企業、立地補助金などを活用して、 被災地に工場を建設したり、実際に地元での雇用もしているとお伺いしておりますが、国際教育研究拠点なるものについて、現在、どのような検討がされているのかお答えください石田統括官。お答えを申し上げますあの。お尋ねの国際研究・教育拠点に関しましては、本年7月に復興庁に有識者会議を設置いたしまして、多様な分野を対象とした国内外の人材が結集する 国際教育,教育研究拠点の整備の在り方、また人材育成の在り方について、今現在、ご議論をいただいているところでございます。その議論の中におきましては、国際研究拠点が目指すべき目的として、国内外の英知を結集し、原子力災害に対処するための必要な研究、これは廃炉やロボットなどでございます。それをはじめとして、さらに分野横断的な研究、知の融合を図ることで、産官学が連携して新技術、 新産業創出していく、それを目的、目標とすべきであるというふうにいただいているところでございます。またそういう産学,産学科の連携を進めるためには、民間投資を誘び込む研究テーマの検討、また研究者にとって魅力のある研究拠点の整備が必要だという議論もなされております。まだ現在、検討いただいているところでございます。あの週刊取りムで、この後いただく予定になっております。その後またさらに引き続き議論をいただきまして、国際研究拠点の具体化に向けて取り組んでいきたいと思っております。 梅村瑞穂君ありがとうございます、えー、明日有識者会議が行われ中間の取りまとめが年内にあるという情報も耳にしております、えー、たくさんの福島をルーツに持つ方が帰還していただけるような起爆剤となるように話し合い議論を進めていただければ幸いですさて時間でございますので最後になりますが日本維新の会では先月福島第一原発と被災地を視察してまいりました 廃炉と復興に向けて、まだまだ時間がかかることを肌で感じてまいりました。視察に伴ってあぶり出されました福島復興の課題につきましては、この後と、音喜多議員からも質問があるかと存じますけれども、日本維新の会は将来世代のために、問題を先送りすることなく、困難な問題に真摯に向き合って、科学的、合理的な結論を出していくことこそが、政治の役割と考えている点を強調いたしまして、質問を終了します。ありがとうございました 次に。